はい、皆さんこんにちは、イエルです。今日はまあどこ行くんだというところなんですけれども、伊賀上野ドライブインというところに行きたいと思います。まあ、なぜそちらに行くかと言いますと、55年で幕を閉じるということで、まあ、非常に残念なんですけれども、もう最後に行ってみたいと思います。もう3月今末なんですけれども、その3月31日で幕を閉じられるということで、ちょっと感慨深いんですけれども、まあ、それとこいつの、まあ、昨日チェーンとオイルと、あとあれかな、リアホイールのダンパーを変えたんですけれども、あとそれでまあ先日の長時間ツーリングで、まあ、振動がすごかったのが、まあ、解消されるのかという検証も兼ねて行ってみたいと思います。それでは向かいたいと思います。ありますね。マフラーか。
フラーでした。やべえな。何これ、カブ、カブ、そしてカブ。はい、着きました。伊賀上野です。人はすごい、人がというかカブがすごいですねこれ。今日何これ
カブ、カブ、カブです。すげえ。やっぱ休日今日最後なんで、皆さんすごいですね。この量。すげえなこれ。どん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 入ってきます。またまたギャラリーが。すごいですね。私も昔あのエリートも持ってて、ね、ああそうなんですか。200円、豆のやつですよね。そうそうそう、エリートもいいですね。いいね、デザインがね。そうですね、すごいです、これうわ、満車になりました。テレビ局の方もいますね。すごいなこれ。あ、そうです。あ、そうですか。あ、そうです。撮らせてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。ダンパー見たんですよ、中の。ああダンパー見たら、あれもう破れてて、うん、ちょっとあれ見てて、あ、そうですそうです、うん、それでちょっとマシになりました。ああ、そうなんだ、はい、やっぱその辺がやばい。あとカラカラの正体はマフラーの根元のネジでした。ああ、そうなん、あれがもう取れてて、はい、よかったよ、それぐらいで。そうですね。C90 見せてくださいよ。はい、
ラビットの子も来るんですよ。あ、そうなんですかね。へえ、やった。カブレースもしてやる。あ、そうなんですか。これだ、これだ、見たかったんですよ。かっこいい。これがホンダの C92。最終だけで C4。 イエーイ。来てるやろなと思って。あの時のラビットの方です。こんにちは。あ、ありがとうございます。いや、ここで会えるとは。カブにも乗られてるんですね。カブは、まあ、レースシェルはしかないですけど。レース、はい、カブ耐久レース。そんなのがあるんですね。そうなんですね。ぜひカブに乗れと。カブを一台。でかい。これが噂のハンターカブです。乗りやすそう。三重カブ、ラビット乗らない。暑いですね。暑いですね。お知り合いですか？この人。あ、こんにちは。はじめまして。して動画載せちゃっていいですか？これしますけど。これしてて。あ、わかりました。だらけでもう胸焼けしました、ね。そうやろ。え、どこで何乗られてるんですか？レプリカ。あ、レプリカ。あ、ワンオール。なんか珍しいですね。珍しいですね。うわ、満車です。渋滞ですね。でもどんどん入ってきます。ありがとうございます。大事にしてください。はい、ありがとうございます。オイルは
漏れてないようですね。いけるか。あ、ちょっと滲んでるのかな。塗りが甘いようですか。ちょっともう一回塗り足ししましょうか。あと急遽分かったのがこいつですね。こいつが緩んでいてカラ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 と、ちょっと針金つけて応急処置しようか。帰って見てみましょう。舐め回しタイム。やっぱ来られてたんですか。ここ俺らはな、もう世代やね、はい、世代というかな。ですよね。あ、ここはもうバイク乗り始めた頃からここ寄るとこやったし。あ、やっぱそうですよね。昔はほんで道の駅ってそんななかったやん、はい、そうですよね。昔は、うん、もうドライブインっていうのが主流やん、はいはい、おおすげえ。初めて見る。イエローですもん。へえー、すごい。失礼します。これイエローですもんですかね。はい、450ですよね。はい、すげえ。僕はマーク3乗ってるんですよ。あ、本当、はい、今向こうに置いてあった。そうそうそう、見てきた噂を聞きつけてきました。すごい、初めて見ました。近くで。あ、左か。いや、色いいっすね、やっぱりこのイエローは。へえ、こうなってるんか。また違うんですよね、これ。これは早坂やね。同じ C12 のが終わってこれになる。同じ系統で。同じ系統や。なるほどなるほど。青になりますね。あれの初期型。あ、うちのは4型。でエンジンがちょっと前に出た。あ、またちょっと違うんですね、じゃあ。あ、もうエンジンから違うんだ。結構遠かった。あの株はさっきのラビットに。あ、そうなんですか。うん、ほう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 。へえ。あれまだレース仕様の株です。オートペット情報もなさすぎて、なんかレンジみたいな感じなのかな。バッテリーじゃなくて。そうなんですか。はい、イガ仕様ですね。スーパーハンド禁止なんですよ。あ、そうなんですか。はい、スーパーハンドバックステップ禁止なんですよ。あ、結構レギュレーションがこのカブの原型をある程度とどめつつのレースですね。うん、あ、まあその方が楽しいか。はい、不具合なしです。不具合ありありです。ありありですね。ただちょっとまだ
振動が来るんですよね。ステッカー見に行ってきますわ。うん、これもうそろそろ行けるわ。あ、わかりました、うん。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。限定ステッカーです。今もらえるみたいです。三重カブ、ね、まあ、上のドライブイン。55年間ありがとう。こんにちは。黒欲しかったんですけど、黒 L なくて白に。かっこいい。おしゃれだな、タコーラ。カブライフ。かわいい、これスーパーカブ、かわいいね、かわいい、かわいい。俺カブ乗ってないからな。さすがにね、言われますね。あ、もう最後ですよ。上のドライブイン、55年間いやいつも滋賀へ行くときはここを通過して行ってるんですけれども、これがなくなるということで、考え深いですね。この忍者いなくなるのか。こんにちは。動画映っちゃいますけどいいですか。あ、いや、じゃこうしときますね。全然大丈夫。バイクめちゃくちゃ渋いんで。来られます。ここに止まってるって、はい、あっちの方に。いや、カブじゃないです。ドカドカ、あ、ドカです。わかった、わかった。わかりました。渋。ありがとうございます。激渋。次はもう本当にドリームとか作ってんじゃないですか。こんなとか。そうですね。こんな感じですね。うん。で、これで本当に実際サーキットあってんか。で、これは普通に街乗り。はいはいはい。一応街乗りで、月ヶ瀬まで走りに行ったときに、はい、たまたまこの1台止まってて、あ、思わず U ターンして見させてもらって、すごい。やっぱカフェレーサーの元というか、はい、ね、ダンスとして、はい、そうなんですよ。うわ、渋いな。いいですね、この色もいいな。はい、なんか塗りたいなと思って、オリジナルに空気入れもついてますもんね。空気入れついてるんですけど、ね、はい、先が見当たらないんで、 あれだけ、あれはもうけど飾り、僕も飾りです。ポンプありますけど、え、ポンプは飾りです。ポンプは、あ、空気ちょっと抜けるんですよ、割れて。いや、バンバン乗るだけでちょっとミスりそうなるんですよ。ロータリーなんですよ。はいはいはい、1、2、3、4の左ですけどね。あ、そうなんですね。普段 CB 乗ってるんで。あ、どうぞどうぞ。シングルですね。そうです。いい音聞こえな。250です。
全然出会いたてなんで。出会いたてなんで。一緒です。もう出会いたてです。出会いたてです。2回目です。2回目です。2回目です。じゃあ2回目、2回目で。いいですね。そうなんですか。じゃあもう思い出深いですね。そうですね、昔から。ですよね。来ないですよね。あ、そっか。過ぎてね。来ないぐらいの。あ、そうですよ。でもなくなるってなったら悲しいですね。めちゃくちゃ。そうですよね。そうなんです。それでここまで来るのもなんか結構怖いっす。怖いっす。怖いっす。途中もちょっと止まって、なんかカーから言うなと思ったら、マフラーのネジが外れてて、ゆる、うっと思って。とかで緩み。あ、そうですそうです。自分と何でもしちゃうんですか。あ、そうですね。削って、はい、削ったりとか、ステッカーとかも手作りで。イラストレーターやってるんですよ。それで、まあ、すごい。あ、バンバンね、買っちゃった、なんかあの2枚張りのやつ。そうですすごいっすわ。すごいこれ。すごいですねこれ。原動機付き自転車です。かわいい。すごい。綺麗ですね。こんなに綺麗な。なかなか見たことないです。動くんですかねこれ。そろそろ帰ろうかな。ありがとうございます。また、またどこかで。またまたどこかで。ラビットで。またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。お気をつけて。気をつけてください。止まらないように。はい。願ってます。ありがとうございます。さあ帰りますか。我が他社にギラリーが集まってますね。どうぞ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 、いいっすよ。ギャラリーが集まってます。なんか YouTube します。あのチャンネル名とか教えてます。あ、N.N ドカティで多分出ると思います。つながりタイム。おだいぶ前傾ですね。あ、これマイルなの。あ、そうです、マイル。結構高速怖くないですか。はい、いや、怖いですね。あ、多分スタンド倒したら足つきはめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。そうですね、なかなかない。あ、めっちゃ。いや、大丈夫です。やったらない。はい。いや、もうチャンネル登録していただいたんで。失礼します。はい、どうぞ。うわ、めちゃくちゃ。あ、いいですね。ここですか？足？あ、そこです。あ、すごい。うわ。やーば。あ、やっぱそうですか。そうですよね。経験しました。2回経験しました。方からもすごい支持があるバイクで、いや嬉しいです。さあ行きますか。戻ります。
ここはあの、アイスレギュラーとあとこのスティックケーキプレーン一つお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。